昨年沖縄市議員として初当選を果たし、青少年ボクシングやプロ野球選手を招いた野球教室などを開催し、沖縄市スポーツ事業の活性に取り組んでいる先生として取り上げた島田茂議員。今回はその取り組みの一つで、彼のふるさと長野県に毎年沖縄の子どもたちを連れて行っているスキー教室を紹介しましょう。2015年2月出発の日、沖縄から長野へ向けて空港に集合。スキーもすごく楽しい明日一日になると思いますので、もう本当にいい天気のことをピーカンと言います。ピーカン日って言うんですけど、すごく素晴らしい日になると思いますので、でまた向こうへ行きましたら、今まで、沖縄に来た子どもたちが彼たちにスキーを教えますから、子供が子供を教える、大人も子供もスキーを楽しみにしている。雪見たことある？雪見たことないです。中に埋まりたいです。雪の中に埋まってみたいです。八村と沖縄市の子供たちがずっと交流できる、また異文化なので、沖縄には、雪が降らない、スキー場もない、で八村には海がない、そのないところを補うために交流を続けていってもらいたい。そういう意志は強くあります、持ってます。長野に到着。外は想像以上の寒さだった。この日、阿智村に到着すると、村長も出迎えていただき、明日へのエールをいただいた。あの明日の朝はスキー場行くと、もうすごい技術世界の気分だと思いますので、あの方はそういう意味で楽しみにしていただきたいと思います。翌日、スキー教室に向けていよいよ出発。子どもたちもワクワクしている。スキー場では島田先生と古い付き合いのある阿智村の議員吉田哲也さんに一役買っていただいた。初めて雪が触るっていう人、手を挙げてみてください。雪が初めて、こんなお友達たちです。はい、下ろしてください。今日はね、ここの地元の子供たちが皆さんとこういうことして遊びたいなっていう計画を立ててきたので、ね、怪我なく楽しい一日にしたいと思います。よろしくお願いします。一番寒い時期に来ていただくので気の毒な気もするんだけれども、やでもこの寒さがあの阿智村のね、特にまたスキー場があるようなところの特徴でもあるのでね、冬の自然をぜひ、まあ、厳しい中でも楽しさはあるのでね、それを味わってもらいたいなと思ってます。やっぱあの沖縄の子どもたちもね、この雪の白さとか冷たさとか、この冬ならではのね、清廉な自然をね、ぜひ味わっててもらいたいなというふうに大人も思うし、今こうやって迎えてる子どもたちも同じような気持ちでね、こういう言葉にはならないにしても思ってるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ日本は狭いようで広いですから、そういうような体験活動を通してね、お互いの理解につながっていったらいいんじゃないかなって、そんな風に思いますよね。楽しい時間はあっという間に過ぎ、
お別れの時間が近づいていた。雪が降らない子たちと雪が降ってる子たちとで違うけど、一緒に滑れたり一緒にリフトに乗れたりして会話もできたので良かったです。ここはありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これから良き、友でありますように、そんなことをご機嫌に申し上げて乾杯をさせていただきます。それでは乾杯。体験をするっていうことが非常にこれからのみんなの人生においても、本当に貴重な経験だと思いますので、ぜひこれからも続けてやっていただくとありがたいかなと、そういうふうに思っております。この人との、触れ合い、これが阿智村と沖縄はずっとつながっていると思います。いろんな各地視察にさせて、視察させていただいているんですが、やはり阿智村沖縄市が一番その友好的な関係で保っていると僕は思っています。最初は雪降ってないから見れないのかなって思ったけど、今日降ってるのが見られてよかったです。寒いところに行ってスキーもできて、雪も降ってるの見られたのでとても楽しかったです。どんな人か怖かったけど、会ってみたら優しかったので良かったです。彼らが大人になってもまた長野と沖縄の交流が続いていることを願い、友達は続く。